どうもルノです。今日はですね、テクイラズでこなれ感が出る夏のレンジメイクをやっていこうかなと思います。最近 SNS でね、ちょこちょこ見かけるエクセルのアイシャドウペンシルがあるんですけど、それがね、まあ便利私も最近ね、よく使ってるんですけど、めちゃめちゃ便利ですごく使いやすいので、今日はそれを中心に合わせたメイクやっていこうかと思います。で、エクセルでね、私もよく使ってるものもあるので、それも一緒にね、推しポイントとして紹介していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあレッツゴー。ピンスのセカンドスキンハイドレーティングプライマー使っていきます。こんな感じでちょっとピンクっぽい感じのみずみずしい下地になっております。髪だとすごい分かりやすいですね。これをね、全体的にのせていきたいと思います。今回お肌的にはよりこう素肌感があるようなお肌にしていきたいと思います。これめちゃめちゃね、みずみずしい感じの肌になるんですけど、わかります？ちょっとこうスキンケアした後みたいな綺麗なお肌になります。つけた感じもね、みずみずしいなって思ってたんですけど、ちょっと時間が経つとちょっとサラサラになる感じがします。保湿がなくなるって感じではないんですけど、こうサラッとこう密着してくれる感じはありますね。ピンスのセカンドスキンファンデーション21アイボリー使っていきます。アイボリーといえどちょっとこう明るめなアイボリーかなと思います。もうなんか素肌に近い感じのお肌にするんだったら、このファンデーションはもうめちゃめちゃおすすめです。本当に少量で綺麗に伸びてくれるし、本当にね、自然です。カバー力はそこまでないので、まあ、ちょっとこう重ね付けしてカバー力足していこうっていうよりかは、まあ、本当にあの自然な感じのお肌にして、まあ後でコンシーラーで隠していくような作戦でいきたいと思います。若干トーンアップする感じはするんですが、こんな感じです。さっきカバー力ないと言ったんですけど、赤みとかはある程度ね、ちょっとこうカバーしてくれるような感じではあります。より馴染むようにちょっとスポンジで叩いていきます。続いてコンシーラー使っていきます。こちらバンドミーのファンシーラー、ベージュとオレンジになっております。ちょっとね、もう使っちゃったんであれなんですが、こんな感じの2色展開になっております。これね、最近買ってみたアイテムでございます。ちょっとね、オレンジのコンシーラーが欲しいなと思って、まあ、探してたらバンドミーがめちゃめちゃね、いいっていう噂を聞いたので、ちょっとそれを使ってみたいと思います。オレンジ系は大体クマとかね、くすみやすい部分によく使われるっぽいので、ちょっとそれをね、のせていきたいと思います。こんな感じでちょっとずつのせてきます。ちょっと固めなんですけど、めちゃめちゃ伸ばしやすいし馴染みやすいです。すごい馴染むんですよ。どのコンシーラーもそうなんですけど、ちょっとつけすぎると厚塗り感が出ちゃうので、少量ずつで伸ばしていきます。あとはもうスポンジでやれば超馴染むと思います。ちょっとこう気になるような部分はこのベージュ系のカラーでのせていきます。かなり伸びがいいので、1個のせたらこんな感じで周りを動かしていきます。個人的なんですけど、少量でもね、ちょっと塗る場所によってちょっとこう厚塗り感が出ちゃうなって思うところがあって、なんかね、この辺の部分、この辺ね、やっぱコンシーラー塗ると厚塗り感がすごい出る気がするんですよね。この辺でちょっと気になる部分があるときは、もうちょっと明るいカラーの方がいいかもしれないです。こんな感じです。ちょっとこう気になる部分は全然残してます。だけどこんな感じでより自然な感じの肌になりました。でいつもだったらこの段階で私パウダーとかしてるんですけど、今日アイシャドウもそうなんですけど、結構クリーム系のものが多いので、一旦パウダー置いといて仕上げで使っていきます。続いてセザンヌの超細シアイブローディープブラウン使っていきます。こんな感じでめちゃめちゃ細いんですが、ちょっと暗めなブラウンカラーになっております。まあアイブロウ系はね、ほとんど変わりはないので、この組み合わせで使っていきます。でね、私ちょっとねやらかしちゃったんですけど、ここそう、ここ剃っちゃったんですよ。そう、眉毛サロンに行って綺麗に整えてもらったんですけど、こうやって仕上がりでね
手鏡でパッて見た時に眉毛の下にあるこの毛がね気になると思って、そうで、それでお家帰って剃ったら見事にここのところまでシャッてね剃ってしまいまして、いやもうショックですよ、綺麗に整えたのにと思って、まあ仕方ないなと思って、ちょっと生えるのを待とうかと思うので、それまではねこのペンシルでちょっと描いていきます。基本的に下のラインを描いていくような感じなので、こんな感じで下のラインを描いていきます。で、あとこっちの部分は眉尻の方も綺麗って描いていきます。こう眉頭の方はねあんまり濃くない方がより垢抜けた感じが出ると思うので、半分から外側の部分ですねを基本的にのせていきます。続いてエクセルのパウダー&ペンシルアイブロウ EX のアプリコットブラウンを使用していきます。こんな感じのちょっと明るめなブラウンカラーになっております。エクセルのアイテムでもしかすると一番お世話になってるかもしれないアイテムです。これを間埋めていく感じでふんわりのせていきます。これもさっきと同様、目尻の方は割とはっきり描いちゃってもいいんですけど、眉頭の方は割とこう軽めに描いていくイメージでやります。足りない部分はねちょっとこう描いちゃってもいいと思うんですが、あんまり描きすぎないようにします。はい、こんな感じになります。アイブロウマスカラがバビメロのカラードローイングスリムブロウカラー04番アッシュブラウンを使用していきます。こんな感じでかなり小さいブラシになっていて、こんな感じでちょっとね髪にのせちゃったのでそんな綺麗にのせられてないんですけど、さっきのねアプリコットブラウンとすごくねカラーが合う感じになってます。アッシュな感じも入ってはいるんですけど、こうやって見るとねちょっとこうミルクブラウンっぽい雰囲気もあります。こうブラシが小さいと扱いやすくてすごくありがたいですね。うん、こんな感じでカラーが乗ると全然違いますね。いい感じです。はい、こんな感じです。そしたら次アイシャドウ使ってきます。エクセルのクリームオンフィットシャドウ04番チェダーディップ使っていきます。こんな感じのクレヨンタイプになっています。こんな感じでねカラーは明るめなオレンジになってます。でこうやって光にかざすとちょっとこうツヤ感が出るような感じですね。なのでラメもちょっと入ってます。この間も時短メイクでねエクセルのアイシャドウ使ったんですけども、よりこう手を汚さない感じで使えるので、これもすごく時短メイクとしてもおすすめです。こんな感じで二重幅にのせていきます。下から上にぼかしていきます。でカラーを足したい時はもう一回こう目の際の方に塗って広げていきます。あとはこのクレヨンタイプでさらっと塗れるので、この下まぶたの方も際に沿って塗っていきます。だいたいカラーが広がったら目の際の部分にこうラインを入れる感じで、で最後のせていきます。ここも広げずに目の際のラインに沿って囲ってのせていきます。そうするとこんな感じでちょっとこうフレッシュ感が出た目元になりました。もう本当に心配な方とかは手の甲にのせてそこで出たカラーを指でのせてってもいいですし、本当にちょんちょんって描いてちょっとずつこうのせていくのもありかなと思います。はい、こんな感じになります。エクセルのスキニーリッチライナーの04番テラコッタ使用していきます。こんな感じで筆のタイプになっております。カラーはこんな感じでちょっとこうテラコッタっぽいカラーで可愛らしいです。ちょっとこうブラウンというかは明るめのカラーなのでちょっと夏っぽさが出ていいかなと思います。まずゆたりの部分にちょっとこうのせていきます。であとは際の部分にちょっとずつ明るめに描いていきます。こんな感じでちょっとこうまた雰囲気が変わったと思います。はい、こんな感じになります。エクセルのロング&カラードラッシュ07番オートブラウン使っていきます。こんな感じのミルクブラウン系の明るめのブラウンになってます。これ一回使ってカラーが明るいのですごい可愛いんですけども、ちょっとね何回も塗っちゃうとやっぱ明るいからかちょっとこうまつげが浮く感じがするんですね。なので重ね付けは特にせずにもうさらっとカラーをまつげにのせるぐらいな感じで塗ってきます。であと一応ポイントとしてはちょっとこうアンニュイな感じが可愛いかなと思ったので
まあ、こうまつげは上げすぎない感じにしております。もうさっさとのせるだけでも十分いいかなと思います。下まつげの方ものせていきます。ちょっと重ね塗りが多分多いと白い部分のところがより広くなる気がします。さらっとのせるぐらいが一番可愛いかなと思います。チークがムージのアイカラークリームタイプのオレンジブラウンを使っていきます。のせるとこんな感じの明るめなオレンジになっていて、光に当たるとすごいキラキラっとなってくれます。これ一時期流行ってた無印のアイシャドウだと思うんですが、これは今日はチークとして使っていきます。ちょっとこう外側からポンポンとなじませていきます。カラーがラメが入ってるのでこうよりツヤが出る感じがして、ハイライトっぽい感じにもなるのですごい可愛いと思います。あとこの目尻の下のところにのせておくとすっごいねツヤツヤになって綺麗なお肌感が出るんです。でマスクした時もこんな感じですごいツヤ感が出るので、これすっごいおすすめです。これはもう好みだと思うんですけど、鼻先にものせるとちょっとこうほてった感じが出ていいかなと思います。そしたらパウダーで仕上げていきます。こちらがエクセルのラストリングシアーパウダー使っていきます。こんな感じのホワイト系のパウダーになってます。でかなり細かいで、こんな感じでスポンジでのせていくとねより厚塗り感が出ないので、こんな感じでスポンジで重ねてのせていきます。ハイライトがレブロンのスキンライトプリズマティックハイライター201番使ってきます。すっごいキランキランなハイライトになってます。結構ゴージャスっぽい感じですかね。でこのハイライトはちょっとこう部分的にのせていきたいと思います。こんな感じの眉尻の部分だったりとか、カラーつけない部分はハイライトでのせていきます。あとはここの部分が発光してるとすごい肌が綺麗に見えると思います。リップなんですが、リップは2種類使っていきます。オペラのリップティント13番トープ使っていきます。カラー自体はちょっと落ち着いたオレンジカラーかなと思います。はっきり色が映るというかはこう自然にほんのり色づいてくれる感じです。これまずベタ塗りしていきます。ちょっとこう輪郭ちゃんと縁取っていきます。カラー自体はそこまではっきりしてないんですけど、そういう時はねこうリップラインとかねはっきりこうのせてあげるとより色味が出てくるので、もうちょっと口元はっきりさせたいなって時はリップライン描くのおすすめです。割と透明感があります。うん、いい感じです。エトーボスのミレラのリッププランパーシアースプラッシュオレンジ使っていきます。でのせた感じ、この上の部分なんですがめちゃめちゃみずみずしいです。で若干ゴールドラメが入ってるのでよりこうねみずみずしい感じにしてくれます。なんかプランパーなのでほんと口元ぷっくりも見せてくれるし、なんかあの見た感じは本当に水飴みたいな感じだからすごい夏っぽいんですよ。夏にほんとぴったりなんです。よりみずみずしさが増すのでこれのせてきます。中心部にのせるだけで十分だと思います。はい、こんな感じです。うん、めっちゃ自然でいい感じですね。はい、ということで今から髪の毛洗いをセッティングしていきたいと思います。バイ。プラリネキスのカラーを使っております。二度塗りだとかなりはっきりした深みのあるオレンジなんですが、一度塗りだと結構こんな感じで透明感が出てすごく可愛いです。こうやって見るとねめちゃめちゃツヤ感がマシマシですね。なんかささっと塗っただけなんですけど、ちょっとこうアンニュイな雰囲気もあってすごくいい感じかなと思います。前髪もちょっと束感を増やすとよりこうね夏っぽくなっていいかなと思います。ということでね、まあ一つのね夏メイクということで、ぜひ参考にしてみていただけたらと思います。ということで今日はここまでです。またお会いしましょう。バイ。